松茸。昔は安かったのに、今じゃすっかり高級品になっちまったね。え？松茸が昔は安かったってどういうことにゃん？実はかつての日本では松茸はたくさん取れていたんだにゃ。え？そうなの？だから当時は今みたいな高級品扱いじゃなく、安く食べられる普通のキノコだったのにゃ。本当に？昔っていつ？これを見るにゃ。これは？これは1926年昭和元年から2022年令和4年までの国産松茸の生産量のグラフだにゃ。へえ。昔は今よりたくさん松茸が出回っていたことがわかるにゃ。本当だ。昔と今全然違う。最初増えていって1941年にピーク、その後1941年から1945年は戦時中ね。戦後すぐは余裕がなかったので減ったけど、数年後ちょっと回復して、でも1960年頃からどんどん減って今に至る。めちゃくちゃ減ってるにゃん。昭和初期の生産量は今の100倍以上あったにゃ。そんなに？そう。本当にたくさん取れていたんだね。1955年頃までは椎茸の方が貴重で高かったらしいよ。今となっては椎茸は栽培技術の進歩により安く手に入るようになったにゃ。その一方で松茸はなぜ昔はたくさん取れたのに今は激減してしまったのにゃ。一言で言うと赤松林の減少が原因だにゃ。赤松林の減少？松茸が生えるには共生関係にある赤松の木が必要なんだけど、ふむふむ、それらが減ったことで松茸も減ったんだにゃ。そうなんだ。なぜ赤松林は減ったの？赤松林はある程度人間の手が加わった環境で生まれやすいにゃ。昔は里山といって人間が適度に山と関わる生活をしていたにゃ。木を切ったり落ち葉や枯れ木を拾い建築用材や燃料として利用していたんだにゃ。はあ、昔は焚き火でご飯を炊いたりお風呂を沸かしてたんだよね。そうそう、そうやって森の資源を使っていると山が痩せ赤松の林が増えていったにゃ。赤松はタヌキとの競争に弱く、タヌキが育てないような栄養の少ない土を好むからだよ。松茸もそう。栄養が少ない土の方が松茸に良いんだ。資源を取りすぎると今度は影山になってしまうんだけど、適度に利用していた結果里山は赤松と松茸が生えるのにちょうど良い環境だったんだにゃ。なるほど、昔はたくさんあった適度に人の手が入った里山が松茸を生んでいたのか。そうにゃ。だけど昭和30年代にはプロパンガスが普及したので人々は落ち葉や枝を燃料に使用しなくなったにゃ。山には落ち葉や枝があふれ、それらが分解されて土は栄養豊富になり樹木が生い茂って、赤松や松茸には適さない環境に変わっていったんだにゃ。なるほど。また松枯れといって文字通り松が枯れてしまう現象が多発したことでも赤松林は減少していったにゃ。松枯れ？主な原因は松在線虫病という松がかかる伝染病にゃ。松がかかる伝染病？1905年に記録が残っているように古くから存在が知られているけど未だに問題になっているにゃ。そうなんだ。今では高級な国産松茸だけど昔の日本ではたくさん取れていて安かったっていうことが知れたにゃん。松茸の生産量が減った理由にはガスの普及による人々の生活の変化や松の病気による松枯れによって松茸が生えるのに適した赤松林が減ったということがあると分かったにゃん。そうだね。サクサクサク、貴重な国産松茸、良い香りにゃん。おいしいにゃん。また一つ賢くなったにゃん。